ごっくんき野菜果物にチャレンジ担当の吉川です。離乳食をスタートして1週間くらい経ったら野菜にチャレンジします。野菜に慣れてきたら果物もスタートできます。どんな野菜が使えるかというと、こちらの野菜になります。作りやすいものは人参、玉ねぎ、かぶ、じゃがいも、かぼちゃ、ほうれん草です。と作ってみます。じゃがいもで作ってみます。裏ごすまたはすり鉢ですっていきます。すり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 、はい。そしてちょっと水分が足りないと思ったら、ゆで汁やだし汁で伸ばしていきます。はい、こんな感じです。同じようにこれが人参です。玉ねぎです。ほうれん草です。と茹でるときは大きめに切って茹でると柔らかくなりやすいです。あんまり細かく切らないで大きめに切ったものをこんな風にすり鉢ですります。いろんな野菜の味や舌触りに慣れたら果物もスタートできます。こんな果物が使えます。すりつぶしたりすりおろしたり裏ごして食べさせます。これはいちごのペーストです。はい。じゃあ2週目になったら野菜のペーストがスタートします。おかゆと野菜のペーストを与えます。1日目はおかゆと人参1杯ぐらいやってみます。2日目同じく人参2杯ぐらいやってみます。新たな食材をスタートするときはまた1さじから始めます。1さじ2さじほうれん草のペースト1さじ2さじ3さじというふうにスタートしていきます。以上、吉川でした。